できるだけ多く の, あの要素を見ていただきたいと思ったので、このロケーションを用意いたしました。例えばこんな家の中でも入れますね、はい、入りましたね。これ宿屋ですよね。あ、なるほど、うん、あこういうふうに樽とかダンスとか、ね、ドラクエといったらやはり壺とか気になりますけれども、はい、今回ちょっとお披露目できないんですけども、あの樽、壺、さらにタンスなど、あの普通にあの調べたり壊したりすることもできますので、はい、そこはご安心ください。あ、ちなみにあの操作としてはジャンプとかはあ、できますね、はい、お、ジャンプ軽やかに、はい、今回ジャンプも入っておりまして、はい、高さあの低いところであれば乗ったりは、高層と下層みたいな、これ上がりましたね、上に。さっき下歩いたところなんですけど、はい、もう上に上がっちゃいました。今こうザザザザみたいな感じで開発中なんで、はしごを登るモーションがまだ入ってないだけなんで、あれ実際にははしごを登ります、はいはい、ちゃんと登るモーションがあると、はい、本当だ、町の上の方に登ってます ね、 上に来ますね。でこういうところトットットッと行ったりとかして、あぶあぶ落ちた、落ちる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 、大丈夫ですね。うわぁ、どこまで歩けるのかとか、ね、落ちれるのかとか、ちょっとワクワク、奥まで行きたくなりますよね。そうですね、どこまで行けるのか。多分こういうところに宝箱とかあったりするんでしょうね。ありそうですね。こういう細いところもうちあれなんですよね、あの壁を実際はスリスリして歩いたりとか、はい、今はちょっとスイスイ歩いちゃってるんですけども、はい、実際はもっと臨場感のある形で、はい、あのなんていうかヨタヨタじゃないですけど、はいはい、あのおっとっとって歩きながら、はいはい、あの街の中を探索することになったと思います。はい、はい、このロープの上もちょっと歩いてて、怖い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 、なかなか怖い角度ですね。ちょっとね、見てる方がヒヤッとしますけど、涼しげに渡っておりましたけど、こんな感じですごいリアルな街ですよね、はい、堀井さん、そろそろ時間ですよ。そろそろお時間ですよ。降りるね、ところとか、ちょっと、はい、あ、ほんと、おっと、これが、今回ドラゴンクエスト11のフィールドの、マップとなります。美しい、この光さす、ね、水とかすごいですよね、はい、街の中にはなかったんですけども、こうフィールドにはこういった水場だったりだとか、こう光を差す場所があったりとかして、かなりあの空気感を大事にして開発を進めております。この岩の質感とかもかなりいい感じになってます。洞窟抜けた先のこの景色、はい、でここを抜けるとさらに開けた場所に出るんですけども、滝の水見えますかね、見てる方。どうですか、堀井さん、この滝ね、すごいですよね。虹もかかってますね、うん、あとちょっと小さく映ってるんですけど、モンスターも普通にいまして、うん、今回はあのシンボルエンカウントを採用しておりまして、はい、はい、このような形でモンスターが見える方、うん、見えるようになっております。かなり先まで見ますよね、はい、はい、あ、大ガラス、懐かしい、大ガラスですよね。そうですね、スライムさっき言いましたけども、はい、まあ、おなじみのモンスターも、あ、飛んでる、もちろん、大ガラスなんかの懐かしいモンスターも今回多く採用して、今多分みんなこうやって飛んでるのかっていう、大ガラス、ドクロン止まってるわけじゃなくて、ドクロンが飛んでたんですね。運んでたんですね。へー、まあ、こういった形でこういったところによってこうかなり景色を楽しんでいただけたりとか、はい、この岩肌の質感も綺麗ですね。でこれ実際マップに関してはこれまだフィールドの一部でして、はい、この先にさらに広大なマップが広がっております。でそういったマップが、いくつも入ってたりしますので、楽しみ、ご期待くださいという感じです。それで、今回この草原の要素を取り入れたフィールドになっているんですけども、はい、荒野だったり雪山だったり、今までのドラゴンクエスト遜色のないマップをできる限り多く用意しようかなと考えております。はい、わー、橋も橋もあって、ね、マイナスイオンたっぷりみたいな感じで、ね、そうですね、もう見てるだけでマイナスイオン浴びれるような美しい、ね、もうかなりこういった感じでフィールドを作り込んでおりますので、絶景のポイントを見つけていただいて楽しんでもらえればなと思います。あとはこの先洞窟今回入らないんですけども、はい、ダンジョンに関してはこのようなオーソドックスな、洞窟のものから、塔や迷宮、あとは山道なんかの、はい、バリエーションも多く揃えて、さらにギミックを多く取り揃えて、皆様に、楽しんでいただければなと考えております。はい、はい、気になるのがフィールドの、ね、今までありましたキラキラ、すいません、時間です。時間です。あ、はい、本当に初お披露目だからね。そうですよね、はい、はいはい、こんな感じでフィールドになっております、はい。じゃあ続きまして本当に押してるようなので、こう 3DS もいっちゃいましょうか。あ、そうですね、はい、まあ、PS4 がこうなんで、じゃあ 3DS はどうなって